側、メキシコ東日本です。では現時5分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに関越道を東京方面へ走行中の方にお知らせします。高坂サービスエリアを先頭に4キロほど、また33キロテスト付近の坂戸の日スマートインターを先頭に3キロほど、またニュースパーキングエリア付近13キロポストを先頭に2キロほどそれぞれ渋滞しています。続いて中央環状線内回りの情報です。4号新宿線高井戸を先頭に西新宿ジャンクションまで6キロほど交通集中のため渋滞しています。ハンディラジオ関越道本庄小田真由里お伝えしました。